あれは今日みたいに蚊がたくさん飛んでる暑い夜だったね。いけね、母ちゃんにぶっ飛ばされるってんで帰ることになったわけ。そんな時間にさ、寺子屋の窓から赤い着物の女がこっち見てんの。そしたらその女ニヤッと笑ってさ、マヨネーズが足りないんだけど。副長、なんてことするんですか、大切なお家を。局長、マヨネーズで気絶したぞ。最悪だ。幽霊なんぞいてたまるかってんだよ。何してんだてめえ、こんな時間に。ジョギング。嘘をつくんじゃねえ。どうしたんで土方さん。おい、これで何人目だ。18人目でさ。情けねえ。トシ、俺は違うぞ。マヨネーズにやられた。余計言えるか。局長を連れてきました。うん、山崎、ご苦労。どうも。おいおい、冗談だろ、こんなうさんくさい連中。先生、なんとかなりませんかね。このままじゃ怖くて一人で川屋にも行けんのですよ。ざっと屋敷を見させてもらいましたがね。して、例はいかような物ごりか。工場長。ベルトコンベアに挟まって死んだ工場長に似てるって言われて自殺した女の霊です。お前の体に霊を下ろして除霊するから、お前ごと芝く。なんだ？それ誰でもできるじゃねえか。霊っていうかボディーブローが入ったように見えたんですけど。皆さん、今日でこの工場は潰れますが、責任は全て。バカお前、ベルトコンベアに挟まれて死んだ女だよ。うるさいミイラ男、お前の過去にリアリティがなさすぎる。お前らやめろや。悪気はなかったんです。仕事もなかったんです。そうか、分かりやした。じゃあこれ鼻から飲んでください。銀ちゃん、私頭爆発しそう。バーンって、助けて。誰か助けて。あー、気持ち悪いよ。トイレの前までお願いします。お願いすのか。ほら行くよ。はい。てめえら頼むから、このことは他言しねえでくれ。頭下げっから。情けねえよ。え、何？オタク幽霊なんて信じてるの？いつか殺してやるからな。赤い着物の女か。確かそんな階段ありましたね。待っててよ。頼むから待っててよ。カグラ、どうした？どけどけ。なんでそうなるの？赤い着物の女が。ほら、あれだ、昔泣かした女の幻覚でも見てんだろ。やっぱり幽霊ですか。ほらな、幽霊なんて非科学的なもんは信じねえ。アホらしい。付き合いきれねえや。てめえら帰るぞ。銀さん。ん？何ですかこれ。あ、赤い着物の女。何やってんすか銀さん。旦那、あんたもしかして幽霊が。土方さん、こいつを。あれ、待て待て待て、違う。なんだその蔑んだ目は。おい、しつけえぞ。引っかかるかってんだよ。奴らのことは忘れろ、もうダメだ。や、待て、しょってな。女しょってるか。おい、こうしよう、せーので二人同時に振り抜け。せーの。おい、誰か明かり持ってねえかい。あ、蚊取り線香があった。シンパチー、銀ちゃん死んじゃったあるか。ねえ、死んじゃったあるか。今日はお前あるか。ほのれ、銀ちゃんの仇。いない。うるせえって言ってんだよ、ぷんぷん野郎。あれはどこ行った。ちっせえんだよ、俺なんて。お前
てめえにはいろいろと借りがあるからな、延滞料金も含めてきっちり返してやってもいいんだぜ。なんだうるせえな。あれは幽霊なんかじゃない。何よお前、警察署ビビビビビビってんの。上等じゃねえ。てめえだけ逃げようとってそうはいかねえ。おいおい、何してんだてめえ。おい、おい、もっぺん侍道をやり直すんだな。ずー、何しやがんだてめえ。どうもすいませんでした。ほんとすいませんでした。だぐよ、幽霊にしろ勘にしろ、はた迷惑だってのに変わりはねえな。何言ってんだ、てめえの前に俺の一撃で全て決着ついてたんだ。